どうも西田渉です。本日なんですけれども、こちらのカメラとレンズですよね。はい、こちら EOS の R6 と RF の 50mmF1.2LUSM ということでね、手ぶれは入ってないんですけども、協調制御するとね、7段分ぐらいの協調補正が働くっていうことで、まあ僕が今想像しうる限りのキャノンで一番いいレンズ、映りがすごいレンズっていうところで RF50mmF1.2 で、 R6 が今キャッシュバックキャンペーンやってまして、7月の26日までかな、これが3万円引きっていうことで今爆売れしてるみたいですね、 R6 ね。今日が7月12日の収録って感じなんですけども、とにかく売れてる。僕の動画をご覧いただいている皆様、そしてコメント欄でもね、 R6 買いましたっていうお声を相当いただいておりまして、まあ、マップカメラでもね、本当に今一番売れてるカメラっていうところで、冒頭にね作例ご覧いただきました。僕もこの装備でね、ちょっと雨が降る中ではあったんですけども撮影してきました。で、あ、そうだ、あとね、ここなんですけども、ここのステッカーね、今7月末まで販売しておりますのでね、気になる方はね、ぜひ概要欄の方に貼っておきますので、数量限定の発売で7月いっぱいまでということで、おそらく売り切れる可能性がありそうだなという、あんまりまだ告知してなかったので、気になる方はご購入いただけたらと思います。で、 R6 の最上級の映り装備っていうところで、こちらの今日ご提案ですよね、 RF50mmF1.2 っていうところで、僕自身もね、この R6 に RF28-70F2 とかで撮影したことはあって、ああ、いい映りだなっていうのは感じていたんですよ。なんですが、ついついね、 RF50mm をつけるってなると R5 の方につけて撮影することが多かったんですよ。ですが、やはりコメント欄でもね、この R6 お持ちで RF の 50mm1.2 につけた描写もぜひとも見てみたいと、まあ、要は一番 R6 で最高の映りってなるとどうなるんだっていうところで、皆様ね、ご覧いただければいいのかなと思いまして、今回作例とともにね、解説していこうかなと思います。まずやはりね、結論としてはもうやっぱりこの 50mm すごいですねっていう感じの結論になりますね。もちろん動いてるものとかを瞬発力で撮るというのはシャッタースピードを稼いで撮るということになりますし、フォーカスの精度っていうところではね、もうめちゃくちゃいいです。ですが、やはりこの単玉特有のね、このフォーカスの幅が大きいというところで、その間の被写体ブレが起きうるということもあるので、まあ、もちろん、ね、そういった動きものとかになる と、RF の 24-70 の F2.8 とかの大三元のズーム使った方がいいと思うんですが、やはりスナップとかでもね、きっちりと風景とかをね、きっちり撮っていく、スナップも撮っていくとか、人々の営みを撮っていくとかってなるとね、今日もね、ローで触っていろいろとデータを加工したんですが、やはり強烈な描写だったのかなっていうのが率直な感想でしたね。あと何よりもやはり 1.2 まで開放してもね、本当にボケ味が綺麗と言いますか、ピントの精度も高い、そしてボケ味も綺麗っていうところでね、今日こうライトからの水滴が落ちるシーンとかも撮ったんですけども、これはね F2.5 とかそのぐらいだったかな、ちょっと細かい数値は覚えてないんですが、ですけれども、かなり開放描写でね撮ってみたりして、そういったところでもね、やはりこうため息が出るようなね、やっぱり綺麗だなっていう、単玉の強烈な描写性っていうところがね、やはり特筆すべきところかなと思いました。もちろん 28-70 の F2 とかも素晴らしいんですけども、やはりこれこの辺までですとね、やはりこうリアリティがあったなって感じです。重さもこう持っててもね、 680g、 そして 900g っていうところで、まあ、1.6kg ぐらいで、まあ、持ち歩けるってことで、まあ、太めのねストラップで下げて持っておけば、2時間ぐらいスナップしたんですけれども、何らね違和感なく持ち歩いて撮影できたっていうのが率直な感想でした。28-70 の F2 ってなるとね、やはり僕の場合は業務撮影とかで人物とかでがっつり撮るぞっていう時にね、やっぱり持ち出すレンズなんですけども、この辺のね 50mm だったらスナップで持ち出そうと思って持ち出しても、しかもこれ今フードついてますけれども、これを撮ってね、このぐらいのフードなしの逆光耐性も非常に強いレンズなので、フードなしでね持ち歩けば、意外とこちらのねエブリデイスリング3リッターピークデザインのねエブリデイスリング3リッターにもねスポット入ってそのまま抱えられたりしたので、こうそういった意味でも意外と携帯性も高かったなーっていうのが率直な感想でした。なんでここの径は太いんですけども、長さに関してはね事実上2400の F4 とかとねそんなに遜色ない、むしろちょっと短いかなっていうぐらいなんで、太さがねかなりありますが、縦に入れる分には事実上そういった2400とかとのサイズも変わらないっていうところね。重さはやっぱこっちの方が重いです、やはり 900g なんでね。 RF の2400は 700g っていうところで 200g ほど重いですが、とはいえね、やっぱりこの
描写性能とのトレードオフという考えると、あとはやはり開放から夕暮れ時を結構撮っていたんですけども、とか地下鉄の通路とかでもね、暗いシチュエーションで撮っていたんですけども、全然へこたれないというところでね、まあ、ただでさえ R6 って ISO 感度高いので、超高速シャッターを切りますっていう時にもね、別に問題なく撮れるので、このコンビもうほぼ万能かなっていうふうに思いました。 ISO 10万近くまで使える上に、こっちは F1.2 の開放というところで、まあ大体僕は相当後ろぼかすぞっていう意識がある時以外は、基本的には 2.8 以降 F4 とかでずっと撮っていってたような感じですね。 F5.6 で撮ったとしても、普通の汎用性の高いズームと比べてもね、同じ絞り値 5.6 で撮ったとしても、やはりこれの 5.6 で撮った時同士の立体感っていう意味ではね、やっぱり RF の 50mm の F1.2 は全然違うなっていうのが率直な感想ですね。まあ僕のスナップスタイルっていうところではね、比較的こうブレてたり、色がバキッと乗ってきたり、コントラスト強かったりとか、そういったところもあるので、純粋にね、もう作例、もう本当に JPEG 一発でみたいなところでの解説にはつながりはにくいはにくいんですけれども、まあ、ただね、そういった作例とかを見たいのであれば、まあ、正直他のところで検索かけていただければ山ほど出てくると思うのでぜひね、そちらをご覧いただければいいかなと。ただですね、やはりこの低 ISO 感度時でこういった建物とかのねところにこうフラッグがちょっと立ってるとか、こういったまっすぐなものをきれいに改造してまっすぐ写す能力、解像感の高さ、そして絶妙なグラデーションとかですよね、この辺の描写とか、やはりこの RF50mm の F1.2 は本当にすごいなと。で、皆様ともね、最近インスタライブとかでも結構話してるんですが、やはりこの50の 1.2 をお持ちの方々はね、やっぱりこれ度肝抜かれてされますねっていう、このため息が出るような空気感っていうところの演出が、やはりこのレンズは、やはりこの今までの生きてきたカメラ人生の中でも、これは度肝抜かされるレンズですねっていうのが皆様の率直な感想で、作例でもご覧いただきましたね、ちょっとモノクロの描写で女性の背中とかを撮った時、そしてボケ感ですよね、抜けた感じ、モノクロとかの描写にしても、やはりこれ F2.8 とかでね撮影して、ちょっと開放気味であえて撮ったんですけど、やはりこうボケだけじゃなく浮き立ってくる感じ、分かりますよね、モノクロの描写で何かこう叙情感を感じるというか、ストーリーを感じるようなね、いいレンズ、いいカメラを使うと自然とね、ストーリーが生まれたかのような写真が出来上がるのかなっていうね、ある程度機材に助けられてる部分は大きいなっていう風に今回しみじみ思った次第ですよね。でね、またちょっと別件ではあるんですけども、一点ね、やはりすごいなと思ったのが、こちらもやっぱり改めてすごいなと思いました。こちらね、ライカのアポズミクロン M50mm っていうところでね、めちゃくちゃ小さいレンズではあるんですけども、絞り解放はね、F2 っていうところまでしかないレンズなんですが、これが 300g。で、こちらの 50mm が、900g っていうことでね、600g の差があるんですけれども、僕の率直な感想としてはね、R6 にね、こちらのアポズミクロン50つけると、円形でのね、この水平垂直とか建物の描写になると、意外とモアレが出るようなシチュエーションがあったりするんですよね。こちらの写真とかでも、そういった意味ではね、R5 とつけると、よりね、間違いない描写はするんですが、しみじみと、このレンズもやっぱりすごいなっていうね、R50mm の描写がため息も出るような描写なんですけども、アポズミに関しても同様にね、もうほんと遜色がないなっていうのもね、率直な感想なんで、大きさが違う上で描写もいいっていうところ、ただこっちはね 1.2 まで撮れますし、何よりもね 1.2 の開放からドンピシャでねピントが合うっていうのと、色収差とかがねないっていうところがね、本当にこのレンズはすごいんですよ。逆光もめちゃくちゃ強い、もう本当にいいとこずくめかなと。もちろんあえて言うのであれば、もう純粋な重さだけですよね。なので僕とかだと、こっちのアポズミクロンも持っているので、ゆっくりと、もちろんこっちはマニュアルだからね、なのでこうマニュアルで自分で合わせなきゃいけないんですが、こっちはオートフォーカスでもう的確にここって決めたところにバチッとピント合わせてくれて撮影できると。なのでいいとこがかなり、もう死角のないレンズかなっていうところが率直な感想っていうところですかね。なので今回作例もご覧いただきましたし、改めてね、やはり単焦点レンズの凄さ、素晴らしさ、そして R6 のキャパシティの広さですね、低 ISO 感度時にはね、本当にため息が出るような空気感を映し込むかのような豊かなグラデーション、そして高感度耐性の強さですね、 ISO 1万2万になったとしてもデータがね破綻することなく出てくるっていう意味でもね、本当に素晴らしいカメラになってるかなっていうのが、このベストバランスですね。で、意外とモアレが出るかなと思ったシチュエーション
でも、もうあれも出ずね、きっちりと改造してくれて、やはりベストマッチングっていうかね、ちゃんとその辺のマッチングもキャノンがちゃんとチューンアップしてきてるなっていうのを感じました。 R6 は比較的ね、思われが出やすいというか、かなり明瞭度をバキバキに上げている部分もあるので、そこで立体感を演出している R5、R6 はねしている部分もあるので、意外といいレンズつけすぎるとね、もわれ出るかなと思ったんですが、 OK って感じでしたね。こっちのアポ済みとかになると、やっぱりチューニングのマッチアップがうまくいってない部分もあって、円形でのビル群とかになるとね、ちょっともわれが出てたりしたんですよね。なのでこの辺はやはり純正の組み合わせの素晴らしさっていうところが垣間見れたかなと思いました。まあ現状ね、RF50 の F1.2、 もちろんソニーのね G マスターの50の 1.2 とかもいい噂ありますよね。なので最近のやっぱりキャノンとかソニーもそうなんですが、各メーカーが作ってくる一番いい単焦点レンズ、50の F1.2 あたりですよね。各メーカーが出す50、もう最近 F1.2 の時代になってますから、この描写性能、キャノンユーザーの方だったらぜひね、まずは50の F1.2、 ここを体感することによって、一番いい写りの描写を知っておくことによって、逆にですけども、軽くて小さくて安い RF50 の F1.8 STM とかね、その辺の良さも分かってくると、やはり軽くてここまで写れば素晴らしいよね、だけどここで本気出して撮った時の浮き立つような、ため息が出るような描写性能っていうのも時々感じるっていうことも重要だし、それがこう写真のね、今日は気軽に行こう、今日は本気で撮ろうっていうところの振り幅にもなったりすると思うので、ぜひね、まずは皆さんもこの最上級の描写っていうところで RF50 の 1.2 をお試しいただくのをおすすめします。これが今のキャノンの最高峰のレンズかなっていうふうに思っております。85の F1.2 ももちろんいいんですが、やはり1キロを超えるレンズになってくるとね、おいそれとね、簡単によし今日も軽く持ち出そうという気分にはなれないですが、 900g で 700g ぐらいで 1.6kg ぐらいまでだったら十分にね、持ち出してきっちりと集中して1日撮影してもね疲れない。そして 50mm っていう画角は広くも撮れるし、圧縮効果なりね、ちょっと狭くも撮れるという、自分の足で動くことによって、そういったね、いろんな多種多様な表現ができますから、ぜひ 50mm っていうところをね、皆さんもトライしていただきつつ、このレンズのね、素晴らしい描写性能を体感していただけたらと思ったね、今日の動画でした。というところでね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渉でした。